日本東京都葛飾区、奥戸奥戸は東京都葛飾区南部の地名である。現行行政地名は奥戸1丁目から9丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は124-0022。葛飾区南部に位置する。北で、高砂、細田、東には、江戸川区西小岩、上市式、南は東新小岩、西は中川を挟んで立着。 東田定市と隣接する。町域内は住宅地として利用されるが、森長乳業をはじめとする工場や近郊の地がわずかに残っている。現在その多くは宅地造成されているものの、中川や農業用水路に挟まれた古くからの低出地帯である。東京都道318号環状7号線が町の中央を南北に走っており、 奥戸街道が町を東西に横切っている。奥戸はじめ八丁目は新中川南西岸に所在するが、九丁目のみは北東岸に分断された形で位置する。口実するように、かつては奥戸全域が陸続きであったが、この町域分断は後に新中川が改作されたことによって形成された。住宅地の地下は二千十四年一月一日の工事地下によれば、 奥土6から17から15の地点で23万3000円平方メートルとなっている。元南葛飾郡、奥土村の中心地であり、新中川の三和橋付近に町役場があった。1930年に町に昇格し、1932年に奥土町は葛飾区に編入された。旧、奥戸村の区域は、現在の奥戸のほか高砂、細田、 鎌倉や東新小岩、新小岩、西新小岩の各一部に相当する。太平洋戦争後、長域東側に新中川が開作され、1963年3月に開通した。長域西端には、古くより中川が流れており、船による河川を利用した水運が発達していたことから、奥津となっていたものが点火して、奥土になったと考えられている。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅がない代わりに、葛飾区の要請により、新小岩駅、亀有駅、京成立尺駅、小岩駅などからの京成タウンバス路線が発達している。AB、葛飾区の世帯と人口。葛飾区。 2017年12月18日閲覧 AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月18日閲覧市外局番の一覧。総務省。2017年12月18日閲覧 Google マップより国土交通省地下工事。都道府県地下調査。葛飾区小学校通学区域一覧。葛飾区。 2017年12月18日閲覧、葛飾区中学校通学区域一覧。葛飾区。2017年12月18日閲覧、ありがとうございます。